4さて、笠木山へ着きますと、ここにいる土蜘蛛は、至って悪知恵のあるやつでしたから、神長彦の姿を見るが早いか、わざとニコニコ笑いながら、洞穴の前まで迎えに出て、これはこれは、神長彦さん、遠方ご苦労でございました。まあ、こっちへお入りなさい。ろくなものはありませんが、せめて鹿の生き肝か熊のハラミ子でもごちそうしましょう。と言いました。しかし、神長彦は首を振って、いやいや、俺はお前がさらってきたお姫様を取り返しにやってきたのだ。早くお姫様を返せばよし。さもなければ、あの食神人同様殺してしまうからそう思え。と、恐ろしい勢いで叱りつけました。すると土蜘蛛は、ひと縮みに縮み上がって、ああ、お返し申しますとも、なんであなたのおっしゃることに嫌だなどと申しましょう。お姫様はこの奥にちゃんと一人でいらっしゃいます。どうかご遠慮なく中へ入ってお連れになってくださいまし。と声を震わせながら言いました。そこで神長彦は、お姉様のお姫様と三匹の犬とを連れて、洞穴の中へ入りますと、なるほど、ここにも、銀の櫛を刺したかわいらしいお姫様が、悲しそうにしくしく泣いています。それが、人の来た様子に驚いて、急いでこちらをご覧になりましたが、お姉様のお顔を一目見たと思うと、お姉様、妹と、二人のお姫様は一度に両方から駆け寄って、しばらくは互いに抱き合ったまま、うれし涙に暮れていらっしゃいました。神長彦もこの景色を見て、もらい泣きをしていましたが、急に三匹の犬が背中の毛を逆立てて、ワン、ワン、土蜘蛛の畜生め、憎いやつだ、ワン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 、覚えていろ、ワン、ワン、ワン。と気の違ったように吠え出しましたから、ふと気がついて振り返ると、あの狡猾な土蜘蛛はいつどうしたのか、大きな岩で一分の隙もないように、外から洞穴の入り口をぴったり塞いでしまいました。おまけにその岩の向こうでは、ざまを見ろ、神長彦め、こうしておけば貴様たちは一月と経たないうちに日干しになって死んでしまうぞ。なんと俺様の計略は恐れ入ったものだろう。と手をたたいて
土蜘蛛の笑う声がしています。これにはさすがの神長彦も、さては一杯食わされたかと一時は悔しがりましたが、幸い思い出したのは腰に刺していた笛のことです。この笛を吹きさえすれば、鳥獣は言うまでもなく、草木もうっとり聞き惚れるのですから、あの狡猾な土蜘蛛も心を動かさないとは限りません。そこで神長彦は勇気を取り直して、吠えたける犬をなだめながら、一心不乱に笛を吹き出しました。すると、その音色の面白さには、悪者の土蜘蛛も、おいおい我を忘れたのでしょう。はじめは、ほら穴の入り口に耳をつけて、じっと聞き澄ましていましたが、とうとうしまいには夢中になって、一寸二寸と、大岩を少しずつ脇へ開き始めました。それが人一人通れるくらい大きな口を開いた時です。神長彦は急に笛をやめて、亀亀、ほら穴の入り口に立っている土蜘蛛を噛み殺せと、ブチ犬の背中をたたいて言いつけました。この声に肝をつぶして、一目散に土蜘蛛は逃げ出そうとしましたが、もうその時には間に合いません。亀はまるで稲妻のようにほら穴の外へ飛び出して、何の苦もなく土蜘蛛を噛み殺してしまいました。ところが、また不思議なことには、それと同時に、谷底から一陣の風が吹き起こって、神長彦さん、ありがとう。このご恩は忘れません。私は土蜘蛛にいじめられていた、笠木山の笠姫です。と優しい声が聞こえました。